クリスマス峠から望む、ムタレムタレは、ジンバブエのマニカランド州の州都。2012年の人口は186,208人で、ジンバブエで4番目に大きい。モザンビーク国境から約8トル、ベーラ港から2 9 0トル離れている。900年頃、鉄器時代後期には、石鹸石彫国や小律像の貿易で栄えた。 内陸のグレート、ジンバーブエ遺跡からインド洋に面するソファラへの交易路が、ムタレを通っていた。1891年、現在の市街地の1 4トル北に、旧ムタレが設置された。1896年、ベーラと首都、ブラワ洋を結ぶ鉄道が開通した。1897年、鉄道の近くにムタレが移転し、イギリス南アフリカ会社が、 住民に費用を保証した。1905年、セシル・ローズが、ムタレの特産品を大英博物館に寄贈した。1914年、自治体に昇格した。1971年、市に昇格した。1982年、公式に、ウムタリからムタレに改名された。平均気温は、摂氏19度で、緯度の割に低い。七月が、最も寒く、 最低気温は摂氏6度、最高気温は摂氏20度。10月が最も暑く。最低気温は摂氏16度、最高気温は摂氏32度。年間降水量は818ミ、mm、リメートルで12月から2月に集中する。最多降水量記録は1926年1月で580ミ、mm、リメートル。 最小降水量記録は1991年1月で24ミリメートル。分馬山脈の北、インベザ山脈の南に位置する。西にはクリスマス峠がある。鉄道でニャズライアルサペ、ハラレとつながっている。諸名人が多数派で多くがマニカ方言を話す。柑橘類の栽培や工業、林業が盛ん。ジンバブエの二大食品会社のケアンズ食品と、 タンガンダチャが創業している。赤羽鉱山やペンハロンガ鉱山で金が、マランゲダイヤモンド鉱山で、ダイヤモンドが採掘される。林業では、松屋 EN、ユーカリサリーナ、EN、ブラックワタル、金木が採取される。エドガーテケレオニスモーバセラチオオニソマライレモーガン、ザンギライ。ありがとうございます。